Let's go。 ここからは引き続き私イレーナがナビゲートするラシックセンチュリーセッション。今日のゲストはシムからこの方々です。ボーカルのマーです。ドラムのゴリです。よろしくお願いします。ラシックセンチュリーセッション初登場ですよね。そうですね、はじめまして、イレーナと申します。スタジオらしく前がもうとんでもないことになっております。おー、やりづらいですね。もうやっぱり大人気なんだなと思っていたらですね、こういう公開生放送もうやっぱりいろいろやり慣れてるんじゃないですか。いやいやいや、これ初めてです。初めて、はいはい、腕が鳴るね、これは。プロっぽい、プロっぽいだろう、俺。今どう、ちゃんとできてる？さっきだってちょっと背筋伸ばしたりとか準備運動してるじゃないですか。ガクガクして今日はたくさんおしゃべりしていてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、昨日のゲストビッグママの金井正人さんから早速なんですが、質問が届いております、はい、その質問の答え、まずは番組のツイッターでつぶやいていただきます。はい、ツイッターアカウントは BJCS778 です。またこの番組ユーストリームでも楽しめます。ぜひセンチュリーセッションのウェブサイトからチェックしてログインしてください。ロッキンジッピーの皆さん、そしてシムのマーさん、ゴリさん、こんばんは。昨日スタジオらしくにお邪魔したビッグママ、ギターボーカル金井正人です。この夏何度もイベントで一緒になりましたね。すごく刺激的なライブで、すごく楽しかったです。また一緒にライブする機会を楽しみにしてます。それでは今日のメッセージテーマ、高かったけれども買って良かったものに関する質問です。私事ですが、僕は最近メガネを買いました。で、こう値段を見ずにこうフレームだけ選びながら、ああこれいいなと思って選んだものがお店で一番高いものだったんですけど、でももうこれは運命だなと思って買いました。で、逆にこうメガネ、僕今までよくなくしたり折ったりしてしまっていたんですけど、これはすごく大切にするんだろうなと思って、今のところ買ってよかったななんて思ってます。ではシムのゴリさん、機材以外で高かったけれど買ってよかったものは何ですか。それではツイートお願いします。はい、なるほど、なるほど。確かに昨日メガネをしていたビッグママの金井さん、あれなんだろうなと今大事にしてる思いましたが、金井さんから質問でした。ゴリさん指定で来ましたよ、はい、機材以外ですよね、うん、機材以外がいいですね、やっぱりね。高かったけれど買ってよかったものを教えてください、うん、と質問でした。なるほど。これまだ口頭では答え聞きません。質問の答え、まずは番組のツイッターでツイートしてもらいます。はい、なるほど、危ない危ない。どんな答えのか、じゃあ早速ツイートお願いしたいと思います、はい、そう、機材って絶対あると思うんですけど。そうですね、ね、高いですからね。ミュージシャンにとって一番こう欲しいって最初に考えるものなのかなと思いますが、うん、それ以外なんだろうな。俺は大概まあ見当はついてます。あ、見当はついてる、はい、なんか、あんまりなんだろうな、特にお二人は割とこう、はい、お金の概念っていうか概念、うん、高い安いで物を選ばないような気がする。それ超越してる感じがするんですけど。いや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 、それはね、金が物を言うそっか。どんな答えなのか、どうでしょうか、準備の方は。もうできたんですけど、はい、じゃあツイートボタンをお願いします。ちょっといいですか、ポチッとな、はい、ポチッとな、できました。ありがとうございます。さあ皆さん、ぜひ iPad 触ったことない。いろいろね、初公開生放送だったり、はい、チャレンジしていただいていますが、ツイートできました。ぜひ BJCS778 からチェックしてリツイートやリアクションをお願いします。スタジオらしく前に集まってくださっている方もぜひね、見てみてください。楽曲を聴いた感想とか質問なんかもぜひお待ちしてますよ。その際はハッシュタグ BJCS 忘れずにつけてください。じゃあここで一曲お送りしたいんですが、曲紹介お願いできますか。はい、これはちょっとね、うちのゴリが、はい、これに関してはピカイチの腕を持ってます。おお、ね、お願いします。じゃあ行きますか。あ、すいません、ちょっとエコーの方かけてもらってもいいですか。あ、はい。これはただのラブソングなんかじゃないぜ。俺らの一番有名な曲聴いてくれ。 Killing Me。イレーナのナビゲートでお送りしているラシックセンチュリーセッション、お届けしたのはシム Killing Me でした。さあ、先ほど昨日のゲストビッグママの金井正人さんから、今日のテーマに関するこんな質問が来ていました。ゴリさん、機材以外で高かったけれど買ってよかったものは何ですか。
い、ゴリさん指定でやってきました、はい、まあ、ちょっとこの答えを聞く前にですね、はい、さっき曲紹介をね、あ、決めてくれました、やりましたね、忘れてたんですよ決めてくれましたが、はい、その後のドヤ顔がね半端なかったですよ、本当にしっかりニュースで配信されてましたね2人で配達しましたし、ね、いやー、これこの後もちょっと期待していきたいと思います、はい、頑張ります、はい、さあ、ゴリさんの高かったけれど買ってよかったものを教えてくださいというかなえさんからの質問でした、はい、さっき番組ツイッターに答えを書いていただきましたが、じゃあここでいよいよ発表していただきましょう。なんと書いてくれたんですか。はい、誰やお前、誰やお前、ちゃう、行ったれ、はい、新しい部屋です。もう全然反応しないして大丈夫して、今心の中に噛み締めてたところなんです。まず新居ですよ。新居です。新居、はい、これ買っちゃった。いや、買ったわけじゃないんですけど、でも結構自分的にだいぶ思い切った、まあ、買い物というか。家賃3倍ですよ。そうなんです。すごい、だいぶ思い切りました。元の家賃いくらだっけ。元の家賃、それ言ったらもう全部わかりますよそれそう全部わかっちゃう。もともとそう、前まで、お風呂なしアパートに住んでました、もう6畳一間で、はい、もうなんか昔の漫画家みたいな感じの部屋に住んでて、鍵がさ鍵がこんなしかないんだよね。鍵が、家の鍵が、うん、ちっちゃいってことですか。ちっちゃい南京錠、ちっちゃい鍵、南京錠だったんだこんな鍵と。そうか、ちっちゃすぎて、なんかもうピンセットじゃない、安全ピンとかつけないともうすぐなくしそうな、それも鍵の役割を果たしてないような感じですよねそう、いや、でもザ青春っていう感じのお部屋から、ちょっと人並みのね、人並みのね、ちゃんとお風呂ついてて、はい、いや、ミュージシャンにとって、これなんかよくいろんなミュージシャンと話しますけど、やっぱり部屋って特に楽器なんかもあるとね、大事だったりするじゃないですか、うん、防音であるとか、そうですね、そういうところも何だろう、考える余裕ができるようになったとか。そうですね、うん、そうなの、ん、家って防音ができてるの。いや、防音できてないですまだな、その段階じゃない、できてなかった。でもやっぱりね、割と収納できてみたいなのはいろいろ考えながら、ね、部屋探しましたけど。お部屋は綺麗にするタイプですか、森さん。あ、ね、めっちゃ極端ですね、うん、汚い時はめちゃ汚くて、うん、でも掃除しだすと止まらへんみたいな、凝り性なんですかね。そうですかね、もしかしてね、うん、遊びに行ったことあるんですか。まだないです。前の家はありますよ、うん、前の家はもうね、あるな、ちょっとね、うん、ちょっとね、何ですか、ちょっとね、どうですかね濁したでもだから今回新しい家送っていった時に、車で、ここやでって言われた時に、なんか俺ちょっと泣きそうになっちゃって、もう頑張ったね、そうなんだ、サクセス、サクセス4人でこう集まって鍋パとかしたりするんですか。一切しないしないね、しないだろうなと思いました。そうか、まあ、ぜひでもね、新居を、ぜひぜひこの冬は、はい、これにして楽しくやっていただきたいと思います、はいはい、さあ、ではもっともっとシムのマーさん、ゴリさんに迫っていきましょう、はい、ということで、まだまだビッグママの金井雅人さんから質問が来ています。ここは一言ずつ、一言、はい、はい、お答えください。それではまずは第1問。Dig in マーさん、今一番会ってみたい人は誰ですか。篠崎愛ちゃんです。では次の質問。Dig in ゴリさん、最近検索したことを教えてください。自分の画像です。では次の質問。Dig in マーさん、リラックスしたい時に聴きたい曲1曲リクエストお願いします。これは井上陽水さんの帰れない2人という曲が僕大好きです。お送りしているのは、マーさんがリラックスしたい時に聴きたい曲というテーマでセレクトしてくれました、井上陽水、帰れない2人。素晴らしい、素晴らしい名曲、はい、なんかなんとなくなんですが、レゲエパンクをやっているシム、はい、こういうパンクバンドとか割とこう激しい、いわゆる激しいバンドでどんな音楽聴くんだろうっていう、うん、ちょっとした先入観なんかもあったりすると思うんです、はいはい、だからやっぱり井上陽水とか聴くんだっていう意外さもあったりしますね、うん、そうですね、うん、この曲帰れない二人って言ってるんですけど、僕らのセームスカイって曲の、うん、
こう帰る術をなくしたっていうのはちょっとそこからこうインスパイアされたり実はしております。そうなんですね。そうなんです。はい。そっか、そうやって曲からもインスピレーションを受けて。やっぱありますね、うん、あるんですね。井上陽水帰れない2人お送りしました。ではどんどんシムのマーさんゴリさんにディグインしていきましょう。はい、はい、どっち2つ質問がありましたがどっちから先に聞こうかなと。何ですか。悩むところですね。マーさんからじゃあ聞いていこうかな、はい、今一番会ってみたい人誰でしたっけ。白崎愛ちゃんですよ。アイティあそこ掘り下げます。アイティに会いたいと。大丈夫ということですね。それはズバリなぜ。いやだってもね、うん、今皆さん今すぐユーストリーム見て。ちょっとまだ早いかな。時間的にまだ早いですね。もうちょっとあの可愛いと。可愛いです。可愛い。グラビアアイドル篠崎愛ちゃん。なんでしょうね。ここのあのスタジオに来てくださる。まあ、特にやっぱりバンドの人はですね、やたらとこうグラビアアイドルの名前が出てくることが多いです。やっぱね言い続けてたらねいつかね、ズバリ多いね。いつか会えるんじゃないかっていうね淡い言霊ね。言霊まで来ましたね。まあ会えるわけないけど。いやいやいや。夢を持って大きな夢を持ちましょう。そしてゴリさん最近検索したことは、はい、自分の画像です。それゴリ画像とかですか。そうそうそう。くだらないな。なんでですか。いやなんかたまに気になる時あるんですよね、うん、自分の名前を見切ってみたりとかそういう感じですね。なんかきっとね。いや特に画像とか、うん、なんか自分どんな写真撮ってんねやろみたいな。うん、でもものすごいやっぱ自分で恥ずかしい写真とか、うん、たまに出てくるんですけど、うん、ああみたいな。落ち込むだけじゃないですかこれ。まあ似たちょっと関連した質問というのでしょうか。画像ユーストリームを見てくださってるんでしょうね。ゴリさんの髪型なんて言うんですか。なんて言うんでしょうね。これ横サイドはサイドはちょっと刈っていて刈ってて、うん、で後ろまで行ってて、うん、だからドレッドじゃないんだよね、うん、ドレッドではないんです。ツイストなんですよねこれ。ツイスト後ろはちょっとこう長く取って結んで、はい、結んでますけれども、これってこう自分でこういう感じしてくださいって言ってオーダーしたりするもんなんですか。そうですね、うん、最初なんかこう雑誌みたいなの持ってて、うんうん、んこんな感じがいいです。結構雑誌とか持ってくんだ。意外とそうなんだそういうことするんです。へえ。そうか。でも全然その写真と違う感じになって、うんうん、まあ、結果良かったのかなって思って。へえ。そうなんですね。そんな中実は時々ゴリ画像検索していると。さ一番最近検索したのいつですか。一番最近でも2日前です。最近だ。割と最近だった。マジか。ではこの後はシムというバンドについてたっぷりとお話聞いていきたいと思います。はい、その前に1曲お送りしましょうか。ゴリさんまたお願いします。はい、じゃあ、4月に出たシングル「イーブルズ」から、あエコー、あもうかかってます、ありがとうございます。はい、もはや踊るしかないレゲエロックナンバー聞いてくれ。ブラブラブラ。お送りしているのはシムブラブラブラです。ゴリさんまたかっこいい曲紹介ありがとうございました。はい、やりましたね。今回はですねドヤ顔しないようにしようっていう努力が表情にじみ出てました。公開で緊張してるじゃん。まだ間に合います。ぜひユーストリームぜひチェックしてください。お願いします。さあラシックセンチュリーセッション初登場のシムお迎えしています。マーさんゴリさんに来ていただいていますけれども、はいはい、シムというバンドにはあと2人メンバーがいますよね。そうですね。そのメンバーもせっかくですから紹介していただけますか。そうですね、一言で言うなれば、はい、不屈のファイター、うん、翔平と、はい、みんなので言いながら笑うんですか。ギターですとベース侍ベースシン、はい、これはもう見ていただけたライブとかを見ていただけたら、うん、どういう意味か分かると思います。ちなみにこの来ていただいてるお二人にこう、はい、不屈の精神とかギター侍つけるとしたら、はい、何ですかね。谷口図です。あそう意味が分からなくなりました。名字が一緒なんです。谷口一緒なんだ。そうか、そんな、いとこです。いとこなんです。嘘です。
はい、すみません、嘘です。全然似てないです。でも谷口は本当です。本当に、はい、たまたま同じ名字。いいんですか、不屈の精神とかじゃなくてザ・谷口図にしちゃって。いいんじゃないですか。コンビ結成。コンビ結成されました。まあ今後の活動も期待してください。谷口さんをお二人をお迎えしておりますけれども、はい、さあ、シム初登場ですが、シムはどんな風に結成されたんですか？地元神奈川の湘南っていう海沿いの地区で、はい、うん、僕が高校2年生ぐらいの時に、まあ、レゲエとロック混ぜたバンドやりたいなって言って地元で結成して、うん、でオリジナル僕だけで、はい、メンバーがこう抜けてっちゃったりとかして、うん、2009年かなから、うん、ゴリとシンが加わって、はい、でショーヘッドはもうもっと前から加わっててで4人になって、うん、今に至ると。マーさんが中心になって、まあ、いろんなメンバーチェンジ重ねて今落ち着いた。そうですね、はい、うん、さっきおっしゃってましたレゲエとロックを合わせたものをやりたいっていう、はい、ずっとそういう思いがあったと言ってますが、はい、シムのメンバーは、まあ、井上陽水さっき出てきましたけど、はい、どんな音楽を聴いて吸収してこう育ってきたんですか？バラバラなんで、ね、バラですね。ユズ、そう、ゴリさんユズ、ゴリがユズ、僕はもう音楽の入りはユズ、ジュークジューク、はい、もうフォークソングですね、はい、もうドラムやる前はずっとアコギ弾いて歌いながら路上ライブとか行っちゃったりしてたんですよ。で僕はもうちっちゃい頃に、うん、みんなこう家でこう童謡とか聞かされるじゃないですか、うん、僕親の影響で洋楽だったんですよ、はい、洋楽と井上陽水とかみたいな歌謡曲みたいな、うん、でそういうの両方合わさって育ったので、うん、まあなんかこういう感じになったのかな。いろんなものを混ぜてこう、まあ、なんだろう、好き嫌いなくじゃないですけど、そうですね、うん、広く聞いてきたということですね、はい、なんかこうそうやって話を聞くとこのまたシムの音楽の聴き方も少し変わってくるのかなという気がしたりもしますが、そうですね、はい、さあ、シム、はい、今年の4月でしたか、はい、シングル Evils でメジャー移籍しました、はい、ありがとうございます。これはどうなんでしょう、はい、拍手が沸き起こってますが、シムにとっては、はい、これはやっぱり新たな一歩っていう感じなのか、それともこう自然な流れだったりするんですか？あ、やっぱりこう一人でも多くの前でライブをやりたいとか、うん、あとはこうテレビ番組に出たいとか、そういうのはやっぱあってある、うん、やっぱ売れたいって単純に思うので、まあ、音楽を広めたいっていう意味で、まあ、メジャーっていうのは絶対必要不可欠な、うんうん、もうこういう機会もやっぱり作ってくれるし、まあ必然的なところで、うーん、で手を組める、手を組むんだったらこの人たちかなって思えたのがユニバーサルっていう会社だったっていう。たくさんの人にお茶の間でも聴いてもらいたいみたいな、そういう願いは。そうですね、こういう音楽がお茶の場で流れたら、うん、ちょっと日本の音楽シーンも変わるかなって。夢あります。夢があるかなと。でもそういった意味では活動の場をまた移す、でその最初になる作品が Evils、はい、これやっぱり大事な曲たちになるってことですよ ね、はい、うん、この選曲ですよ、うん、ブラブラブラ、そして、セイムスカイ、はい、これあと何て読むんですか？フェイス。この3曲、ね、収録されてますが、はい、このチョイスっていうのはどういうことを考えながら選んでいったんですか？まあ、今までいろいろ CD 出してって、まあ、シムってこうどういうバンドですみたいな、それが思いっきり振り切れたのがブラブラブラっていう感じで、うん、でその反対側もう両極みたいな感じでロックレゲエバラードのセイムスカイって曲を作って、はい、で今度ハードコアに思いっきり振り切ったフェイスっていう、まあ三角形みたいなイメージですね。でもこれアルバムまでつながってるなんかもう一つのあれなので、うん、まあ、その三角形がどうしてつながるのかをこうアルバムの曲たちがつないでくれるみたいな。なるほどね。感じですかね、はい、確かに本当にブラブラブラを最初に聞いた時はこれもうザ・シムみたいな、そうですね、なんていうのこう名刺代わりじゃないんですけど、ここで初めてシムを耳にした人に挨拶になるような一曲だったりしますが、だからこそこのセイムスカイっていうのはこれまでのシムを知る人にとっても割と意外な、あ、そうですね、こういう曲にするんだっていう思いは多かったかもしれないですね。そうですね、まあ、うん、ただのカップリングだったらまだ平気だったかもしれないけど、今回特にミュージックビデオにしたので、うん、そういう意味で結構、しかも日本語も多いし、うん、
意外だったかもしれないですね。そうですよね、ずっと割と英語詞っていうのが特徴ですもんね、はい、そうですね、まあ、うん、確かに、まあ、書こうとは思ってたんですけど、うん、日本語も、うん、でも今まではできなくて、うん、はい、なんかこうさっきのこう三角形じゃないですけど聞いてるとこれからのシムのヒントっていうか、うん、こういう展開していくかもねみたいな、ね、こうつついてくる感じが、このシングルから感じられますが、はい、さっきもちらっと出てきましたアルバムの話、はい、リリースはまだ少し先なんですが、はい、私も頑張ってほじくれる限りほじくっていきたいと思いますのでそうですね、この後覚悟していただければと思います、はい、よろしくお願いします。今日のゲストシムのマーさんゴリさんです。お知らせ挟んでまだまだお話聞いていきましょう。 Stay tuned。 ラシックセンチュリーセッション、今日はシムからマーさんゴリさんもお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。さあ今年の4月ニューシングル Evil でメジャー移籍果たしたシムですが、ついに来月10月23日ニューアルバムパンドラリリースします。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、今スタジオらしく前のみんな本当楽しみにしていることと思います。ありがとう。お二人からしたらもう早く聴かせたいよっていう感じですか。やっぱりもうそう、この場でかけたいぐらいなんですけども、かけちゃいましょうもんね。ダメダメなのちょっとさりげなく言ってみたんだけどダメ引っかかってくれませんでした。本気のダメ、本気のダメ。あれレコーディング自体は、はい、さっきお話ししたシングルのレコーディングの時に結構もう一緒にどん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 作っていったとか、もう1月に全て終わってて、うん、そうですね。じゃあ余計にメンバーにとってはうずうずするとこじゃないですか。そうなんですよ、うん、半年間ずっともう撮ったものを聴き続けてて、うんうんうん、そっからミックス作業に入ったので、なんかねいつもと違う感じで。そうですね。へえ、ね、じゃあそのなんだろう、こうもうアルバムを作る出すっていうのは随分前から決まっていたと思いますが、はいはい、その当時イメージしていた作品像とやっぱりそうずっとこうミックスしていくまでに何回も何回も聴いていた、そこに至るまでにメンバー自身のアルバムに対する理解とか解釈もなんか変わったりとかしてるんですかね、もしかして。どうなんですかね。僕とギターはものすごい聴きまくってたんですよ、うん、ツアー中も、うん、でもベースとドラムは全然聴いてなかったらしくて。森さん聴いてなかった。全然ではないんですけどそれは誤解になるんですけど、うんうん、でもそう飽きないようにというか、まあ、なんていうんですかね、そこまで、まあ、聴いてたは聴いてたけど、うん、そこまであんまり聞かず、うん、でもやっぱり最終的にかっこいいアルバムができたなって。そうか。で今日聴けると。そうですね。あ、聴けるな。あ、危ない、危ない。危ない。この人はやるよ、やり手だよ。あとちょっとだったのに。そっか、危ねえ。パンドラというタイトルもうあと1回ぐらい頑張るから、はい、私、はい、パンドラというタイトルですが、こういった、はい、なんてギリシャ神話で聞いたことあるような。そうですね、はい。覚えてますか、あの話。箱開けちゃって悪いものがいっぱい出てきたみたいです。そうなんです。びっくりしちゃった。そこまではみんな覚えてるんですよ。はい、覚えてる。そう、その後に、うん、その箱の中に希望ってものが入ってたっていう話なんですよ。それ一番大事なとこじゃないですか。そうで、当時の人間界は、うん、こうもう人間が神様の奴隷だったんですよ。で、神様がこう人間を奴隷としてこき使うために、辛かったら自殺とかしちゃうじゃないですか。だから希望ってものをわざとちょっと与えて、うん、生きていってもう奴隷として一生こき使えるように、その希望ってものを中に入れといたんじゃないかって話だったり、うん、あと単純にもう神様の最後の優しさで入れたんじゃないかとか、いろんな説があって、解釈はね、うん、それすごく。で、僕ら2年前にシーズンオブホープっていう希望の種っていうアルバム出してるので、はい、一回この希望ってものをもう一回いろんな角度から考えて自分の人生に落とし込めたらいいなって思って作った。うーん、そうか、決めたタイトルですね。パンドラなんでしょう、このアルバムという箱というのかね、うん、CD を開けていろんなものが出てくる。でその中に希望があるのかもしれないし、またこれも解釈だと思うんですけど、もうなんとか引き出そうとしてるんですよなかなか出てこない、それともまた別の解釈があるのか。
楽しみだな。そうです。しかもこれあのジャケットの絵がもう公開されてるんですけど、うん、はい、これ本当のジャケじゃないんですよ。え、実は、え、今私たちは騙されてるってことですか。そうですそうです。すがすがしい笑顔で言ったよ。まあこれはあのやらしい話、CD 買って、うん、パッケージ開けたらやっと分かります。そうなんですね。こととかね、そういうこととかね。でも全部通して、うん、もう謎かけみたいになってるみたいな。で今日聞けると。そうダメ。あ、違う違う、もうほらもうマネージャーが目を光らせてます。もうダメだった。ダメだということが分かりましたけど、はい、使ってください。でもあと1ヶ月じゃ楽しみにしたいと思います、はい、ぜひ、はい、お願いします、そしてやっぱりライブ見たいですね。10月27日日曜日には横浜アリーナで開催のボライン2013に出演します。そして名古屋にもやってきてくれます。11月2日土曜日名古屋ボトムラインで開催のヴァンパイアサーキット2013というイベントに出演されます。はい、もうだってこの間まで47都道府県回ってましたよね。回りましたね。53本かかってね、はい、ライブやっぱりやってないとこう生きた心地がしないみたいな、そういうところありますか、もしかして。うん、でもやっぱこうやってお客さんが来てくれるから、うんうん、お客さんにこう直接話しかけられる場ってライブはライブアーティストしかないので、うんうん、MC とかもすごく喋るの楽しみだし、また名古屋のライブも楽しみにしていたいと思います。そうです、はい、さあ初登場来ていただきましたラスティックセンチュリーセッション、今日はシムから、はい、マーさんゴリさんもお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。緊張した。いやーまた遊びに来てくださいね、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ最後にこの曲を聴きながらお別れですが、ゴリさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近ミュージックビデオが、公開になりました、アルバムのタイトル曲ですね。あ、もうエコかかってますね物語の始まりは全てこの曲から始まるぜ。短いから心して聴けよ、パンドラ。ラスティックセンチュリーセッション、今日はシムお迎えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。